令和日本再生の条件週刊クライテリオオン藤井聡のアルガママラジオこの番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。 こんばんは京都大学の藤井聡史です。こんばんはアシスタントの吉田直です。表現者庫ライテリオンも令和への見破賞、はい、令和発作、やつの方針で日本を立て直そうっていうね、うん、話を。 まあ書いていますけども、これぜひね、皆さん読んでいただきたいんですけども、今日はその、令和発作、憲白書ね、どうやって政治していったらうまくなるのかっていうのを考えた編集員の一人であります、島山啓太さんにお越しいただきました。どうも、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。柴島山さんはね、あの、表現者クライテリアの編集員で、でかつあの、京都大学の准教授をされてて、はい、で、あの、経済思想がね、ご専門で、こちらの番組にももう、4、6回ぐらい来てますよね。うんうん で、今日はね、この令和の話ということですけども、今日の令和日本再生の条件は、これ、島山さんから、あの、ご提案いただいたテーマですけどどんな感じで、今日は、はいえー、いやー、やっぱり、こう、振り返ってみると、平成っていうのはもう経済的にはね、あんまりいい時代じゃなかったなと、うん。で、せっかく、まあ、言語変わったことですから、やっぱりこう、古い時代の、まあ、 悪い部分をで、すすねね、まあ、ここでで断ち切るる必要があるかなというふうに思うんですよ、ね、でやっぱりなんでこう良くなかったのかなっていうと、平成ってまあ30年あるんですけど、最初の10年間はバブルの後処理だったんですよ。で、その後の20年間は、もうね、とにかく財政危機だ、財政危機だって言って、<laughs> まあ小泉内閣からですけど、はいはい で、これからこのままじゃ福祉は破綻するぞ。もうね、年金もなくなるぞ。でも若い人たちなんかもう、ああ、もう俺たち年金とかもらえないんだなみたいな空気ですよね。う暗闇ですよね。そえ。あまりに言いすぎて、で、もうなんか経済萎縮する。さらに増税する。<ー>もっと経済悪くなりますよね。うん、で、それで20年間来ちゃったっていう感じがするんですよね。ねうん、財政危機っていうのはね、亡霊みたいなもんなんで、これをまあ折り払ってですね、新しい時代のね、うん、準備を始めた方がいいかなというふうに思うんですね。うん き今日はね、もう多分、その財政がね中心的な問題で、ここを突破できれば、うん、要するに財政ってお金の話だけじゃなくて、うん、政府が何かをするっていうことですからね、うん、財政を拡大するってことは、政府のアクティビティ活動性を上げていくってことですから、で民間をもっと自由に、んかね、かパブリック全体が明るくなっていくっていうね、まさに令和、明るい日本をね、作るのにはもううってつけの話で、ひ今日は柴山さんからお話をお聞きしたいと思います。 ぜひよろしくお願いしますよろししくお願いします,しいします聞けばこれからの令和がよくわかる30分、うん、午後10時までお付き合いくださいこの番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北港観光バス株式会社の提供でお送りします 「週刊クライテリオン」藤井聡のあるがままラジオ今日のテーマは令和日本再生の条件これねこの、まあ、財政はすごく大事ですけどまずちょっと米中すごいですね、うんうん、そうですね これは絶対にトランプは妥協しないって言い続けてるんですか、うん、ね前からずっとおっしゃってましたもんね。えー、これは簡単に終わらんでた、えー。終わらないですね。一、うん、時期になんか終わるんちゃうかって空気が一瞬流れたんですけど、いや、これ終わらないですよね。終わらないでしょうね。うん、まあトランプはやっぱりもう再選、次大統領選ありますんで、うん、やはりその、まあ中国に対して、まあ関税かけて、しかもまあ今ちょっと効いてるんですよね。<laughs> 中国が。で、うんうん、なので、まあここはもう、むしろ、 この流れを続けないと、そもそも再選できませんしね、それに、まあ、これね、もうアメリカはトランプだけじゃなくて、もう、中国はだいぶ追いついてきたんで、国家全体の意思として、やっぱ中国をここ、抑え込まないとっていうふうになってるんで,で、これでむしろトランプ支持率、どんどん上がってるんですよね、うん、これね。ね <laughs> 上がってますよね。<laughs> うん、これ、ちょうどあの80年代の日本と似てるん、えー、が高くて、うん、でかか。 水準も七7割ぐらいまで来てたんですよね。だからもうこのまま行ったら10年ぐらいで追いついて抜かせれるぞと、えー、いう時にアメリカはかなり本気で潰してきて。そうですね。で、あのときアメリカの工作は完全にこうそうして、で、日本を潰すことができたんですよね。えー、でも中国はなかなか手ごわそうですよね。そうですね。うん、そうならないかなっていう感じがして。うんうん、というのは、ま,あ、まず一つは、その中国はですね、そのこれまではずっとその、 原を安く誘導してね日本で言うと円安ですよね円、はい、安にして輸出をアメリカ向けに増やして成長するって感じだったんですね、うん、まあその結果中国はまあ経済成長したんだけど格差非常に広がっちゃって都市部の輸出産業のとこだけ伸びていくあ、ねはい、なのでまあこれから中国内需に転換しなきゃいけないんですね国内で消費をして投資をして循環を作る、うん、で今のアメリカのこのまあ貿易戦争は確かに中国にとっては大打撃なんだけど2三3 0年スパンぐらいで見るとまあこれを契機に内需型に転換して 転換できるチャンスになってるとも思うんですよね。うん、中国全体がもう。で、しかも中国はまだ、あの、国家の。まあ、いわゆる赤字と言われますかね。その国家債務財政赤字がですね。その少ないので。うんはい、いくらでも、その国内のインフラとか教育に、うん、投資に、まだお金使う余地はあるんですよね。うん まあ、もっともね、中国も政治体制いろいろガタガタしてるみたいですし、そこはね、まあそこは賢くできるかとか分かんないですけど、でも所得が上がっていけば政治的にも安定しますよね。そうですね。安定型になるっていうことは、あの、政治的な安定性も確保できる。うん、まあ一党独裁どうなるかって問題もありますけどね。だけど。そういう多様な意見という意味でありますけれどただ、まあ、なんか今日本のね、特に保守を中心に中国がちょっと困ってるんで、まあ、やったみたいなこと、声あるけど、まあね、そう単純ではないんじゃないかな。それよりも心配すべきは、やっぱり、 アメリカが中国の全製品に25%関税かけると日本企業相当苦しくなるんで <laughs> <laughs> あ。あそうか。そうですよ。これ大変ですよ <laughs> でそうか、アメリカと中国だけの問題じゃないんですよね。いやいや、周り回ってこれ日本とか韓国とかアジア全体は基本的に、うん。うん いろんな部品を作ったものを全部、中国で組み立てて、アメリカで売ったりしてるんで、はい、アメリカで関税かけられちゃうと、周りもあって日本の企業も相当ダメージらんですこれ日本は今、この消費増税以後、成長はすべて外需依存で成長しててで、内需は消費増税でもすごくへこんでしまったんだけど、それを上回るペースで、外需が増えて、輸出が増えたんですね。<ー>そののっっていうのが、まあ、やっぱり二代 経済大国である中国とアメリカだったわけで、そいつらがお互いの関税を上げるわけですから、そいつらの製品が上がりますから、われわれの、それもスマホだとか、いろいろな医療品だとか、食料品だとか、もう軒並み高くなっていく可能性があるわけですよね、そうなんですよ、だからこれ、内需外需っていって、経済は国内の消費投資で見るか、輸出で見るかってんるでそうねアベノミクスって、基本的に輸出主導なんで、円を安くて、お金たくさんすると、円が安くなるんで、輸出が。 でそこが止まってくると、うん、なってくるとこれあとじゃあどうするかもう内需しかないですよね。に、ね、もかかわらずそこで消費増税するとかね。うん これほんまそんんままにそななすするんやったららめちゃくちゃゃくりますからね、えー、だから、むしろ増税をね、やめるなんてのは当たり前の話で、うん、むしろ内需拡大のために政府がもっとお金を使うっていうぐらいまで転換しないと、何起こっても知らないよっていう、こういう時代ですねだから栄養失調なくせに、さらにダイエットさせるっていうのが、今の日本における消費増税みたいなもんですから、うん、だからとりあえず、さらにダイエットするのをやめて、そこちょっと一回、病院入って、点滴打って。<laughs> うん 二三日休んで、ほんで会社出勤するみたいにしなあかんぐらいなので、うん、なんか今はね、なんか大型の景気対策は絶対いるんですよね。増税しないどころか、うん。そうなんですね。まあ、よく言われるのはね、財政赤字がひどくなると、うん、まあ将来的に借金返さなくなるんじゃないかっていうのは<ー>特に金利が上がってくるとね。うんはい、だけど、金利上がるってもう、 しばらくないですよこれ、ね、<laughs> だって世界的に資金需要もないです、うん、なくなってますんで。金利っていうの要するになんか、みんながお金借りたいって言って、銀行に例えば1000万しかなかったのに、なんかお金借りたい、500万借りたいとかいっぱい出てきたら、すごい金利を払うやつにだけ金を貸すようにしかできないから、だから、資金需要って言いますけど、お金借りたいやつがいっぱい増えたら金利って上かるんですよ。はい、で、こんだけ金利がむっちゃくちゃ今低いんですけど、これは誰も金借りたがってないってことなんですよ、ね。うん、でこれはは景気が悪いかからデフレの日本では 必然的に金利は下がるんですよねんなんか金利上がらないですよ、ね、もうこう全世界的に資本主義ってその状態に入ってるっていうのは、もうだんだん定着になってきていて、うん、そうなるとね、だから民間はだからお金借りないんだから、うん、まあちょっとバブル的に、一時的にこうそういう、ね、不動産なんか持ちるが、うん、あ,あるとはあるんだけど、それは続かないですよね。政府がもう2 3 0年スパンの長期計画でね、うん、もう財政を行って、でまあ、ちょうど今、お金の使うところっていっぱいあるじゃないですか。例えば自動運転 とかね、これから進むと、交通網とかも作り変えていかなきゃいけないとか、うん、まあ都市の基盤整備とか、まあなんか、要するに、この2、30年間、先進国どこもインフラあんまりちゃんと設備更新してないんで、いろいろとこう変えなきゃいけないとこいっぱい出てきてるんですよね。まあ、あと教育ね。無償化云々ってありますけど、まあそれは幼稚園から大学までね、もっとちゃんとこう充実させるために政府がお金使う余地っていくらでもあるんですよね。で、しかもそれは長い目で見ると、民間のね、うん 経済を下から支えるよくね、なんか政府が金を使うと社会主義だみたいなことを言う人いるんだけど、うん、いやいや、むしろ資本主義死にかかってるんで、<laughs> <の>うん、むしろ資本主義の未来のためにこそ、うん、まあ政府がまあパブリックなね、その活動ですね、うん、公共なことにお金を使うっていうことをまあやっていく、どうも時代になってるっていうね、うん、考えた方がいいですね。にもかかわらず も,もちろん自由民主党の中では、緊縮思想がすごく強くて、消費増税をしないといけない、うんうん、そして支出もカットしないといけない、うんうん、で財政収支を、あの赤字を減らして黒字がしなあかん、要するに政府は金使うなと、保守側も言うとうん、うんで、左翼側はどういうかっていうと、もう先ほど言ったようなインフラを作ろうっていうと、ぶなだばらまきだとか、うんうん、インフラなんて使うなとか、うんうん、環境が壊れるじゃないか、まあ、もちろん環境も大事ですけれども、政府が公共の投資を拡大しようとすると、ものすごく批判するんですよね。 右を見ても左を見ても政府支出を拡大して明るい令和を作ろうという答えにたどり着かない状況にあるんですよ財政危機っていうのはどうもなんかみんなそれが頭に取り付いていて、うん、なんか政府の活動をあんまり大きくしちゃいけないみたいになってるんだけど、うんうん、あるいは大きくするなら増税しなきゃいけないっていう話になってるんですね<ー>、うん、一旦それなしにして <laughs>、ね、<laughs> まさに新元号に合わせてねその新しいその国づくりみたいなのを考えなきゃいけないかなっていうね。うんそうそうね 本当平成の時代は右を見ても左を見てもバカとアホの絡み合い,み合いがねありましたから今日はぜひ柴山先生たってのご希望でこの曲を届けていただきたいと思います、はい、ぜひご紹介を。えー、鶴田のの傷だらけの人生です 古いやつこそ新しいものを欲しがに裂かれる恋もあり夢に消される意地もある 週刊クライテリオン藤井聡の「アルガママラジオ」鶴田浩二さんで傷だらけの人生をお届けしましたいいですね。 吉田さんご存知ですかいやー初めて聞きましたなんか初めて聞いたっていうことが僕には衝撃的で <laughs> これ知らんのみたいな知らなかったですこれ日本国民1億数千万みんな知ってんちゃうのぐらいの本当ですかえっ <laughs> <や>有,有名だったんですか僕ら子供の頃あの、バカボのパパがねよく歌ってたんですカラオケ大会で優勝するんですよ <laughs> じゃあ普通にアニメの中でも流れてたていいやバカボのパパ歌ったら結構衝撃でしょこの歌って <laughs> そうですよね <laughs> いや、ものすごい印象に残ってて。ね、<ー>だから、僕らの先代は見出してますよね。<laughs> バカボン経由ですよ鶴田浩二意外と知らなかったりしますけど。バカボン経由でてす、も <laughs> うん、まあ、これ昭和の歌ですけどね。うん、こういう感覚。 ずっっとあったんですよ、ね、多分経済はずっと成長して、ね、世の中どんどん明るくなっていくるんだけど、うん、人々の気分の一番そこの部分にはこういう感じっていうかな悲しみがねあ<ー><で>どうもうまいこいかんなとかやっぱりスチャラカ社員とかね,そ,ねそのなんか明るくバカみたいな風潮もあるんですけどでも心の中にはこういう鶴田浩二がいるっていうねそう鶴田浩二さんとかが亡くなってで平成ババルが始まって平成になってからなんかこういう人間の心の深いところに みたいなものをこう表現で取り出すみたいなものがなんかな,ん、ね、なんかなくなってきて、ねまあ、かろうじて今やったらあの僕いつも引用しますけど闇金牛島君はその世界を描いてますね,あ,るねあれはそんなところがあるんですよね逆にそれですごい売れてるっていう,うでもなんていうか全国民的じゃないですよね、えー、こうマニアックな人だけが知ってるっていう感じですからね まあ右を見ても左を見てもバカとアホの絡み合いっていうのはもちろんこれ多分せ <laughs> 当時の政治状況的なのもちょっと匂合わせてると思うんですよねあそうですね55年体制をね、えー、言うてるとがあるん、ね、ですね、えー、なので、うん、でもどっかそういう気分がないと、うん、なんかこう政治改革とか言ってもですねどうも表面的なものに終わ,終わるんじゃないかっていうね,うねやっぱ本音と建前っていうのがもう妖怪してしまった感じですよね、えー、そうですねかエンプティー したんですよね、中身が公共<う>化したというかなくなったというかそうそうで目先の制度とかね、うん、目先の法律いじるっていうふうに、ん、世の中政策論になっちゃったっていう感じがあって、うん、令和が始まってですねもちろん明るい気分で迎えたいとこですが、うんまあ、なかなかこう世界経済いろいろありますんでね、うん、問題山積みですね、えー、だからまあどっかこう心の底にですね、まあ、どうにもならんっていう覚悟を持ちながらも <laughs> そうですねどうにかしなきゃみたいなねやっぱりそれがあると初めていわゆるポリコレ <laughs> ポリティカルコレクトネスを乗り越えられます それはありますね。こうやっぱり本年と建前で、建前しかなかったら、もうポリコレしかないってことですからね。そうですね、えー。ポリコレっていうのはこう、OK、こう言ったら、オッケー、こう言ったら、ちょっとタブーやから、やばい。っていうのがポリコレって言うんですよ。ね、で、だから、経済学者はやっぱり、まあ、消費増税待ってなしだよな。って言っとかないと、格好悪いみたいな。うんうん、ああ、流れというか、みんなに合わせとかないとっていう。そう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 、そうです。心の中では、こうっていうのが思ってても、まあ、ポリコレでいいかみたいな。 大学の先生とか知識人の人たちって強烈なこう自己規制があってね<ー>本当は消費増税とかまずいんじゃないかなと思ってる経済学者とか財政学者とか経営学者とか結構いっぱいいるんですよ。だけど絶対表向きに増税反対とかは言わない。なぜかっていうと アホにじゃあ、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 じゃるじゃあ、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 結構ね、数いらっしゃるんだったら、その皆さんがトークんで言ったら、大きい力になるんじゃないんですか。これでも、日本だけの問題じゃなくて、ヨーロッパでもね、本当は、例えば、移民ちょっと増えすぎてんなって思ってるね、大学とかインテリの人結構多いんだけど、絶対言えないらしいですね。あれ、アメリカでも、トランプ結構いいじゃんと思ってるね、インテリとか結構いっぱいいるんだけど、やっぱ、トランプ応援とか言うと、お前、 おかしいんじゃないかっていうふうにこう言われるのは嫌だっていう、えー、そうそう。こういうね、う変なことになってんですよね。うん、おかしいですね。おかしいんですよ。で、そんなんを鶴田浩二先生の目から見ると、もう右を向いても左を向いても、<laughs> どうにもならないことばかりで、<laughs> うん、バカとた方が。 絡み合ってると。そうなんです。そういった表現して、ね、まさにそうですね。本当は我々の気分ですよね。うん、そうですね。やっぱりだからその表面的なね、その新聞世論とかマスコミ世論みたいなものに流されることなくね、あ、うんうん、もっと自分のこうぐっとね、そのか、うん、生活感情にしっかりね下ろして、うんうん、やっぱり正座とかね考えていかなきゃいけないですね。うん、いや本当そうなんですよね。週刊クライテリアン藤井聡のアルガママラジオ。KBS 京都からお送りしています。 今日はね、柴山さんをお迎えして、令和日本再選の条件。お話としては、まず、米中経済戦争があって、これ、外需、これ、絶対冷え込むと。うん、で、内需の方も、これ、今も全然伸びてない、だめな状況。 ででしかもこれ、増税してしまうと、もっとめちゃめちゃになる、だから、増税凍結は当たり前の話で、そこからさらにいろいろと対策していかなあかんと、それでその時にやっぱり基礎インフラとか研究開発とか人材投資とか、うん、もう日本にはやらなきゃあかんことが目白押しで、それさえやれば、えー、令和日本は再生できると、まあ、そういう話でしたけど、これを止めるのがもう、バカとアホの絡み合いの、緊縮財政でようござんすよみたいな、バカとアホが右も左もいっぱいいると。こ、うん、この緊縮財政しなあかんお金つことあかかんんお金と っっていうのはややぱり日本が財政危機やと思ってるからですよねお、うん、ちゃんも思ってますよね。聞いたことありますよね。1,000兆円の数字。もうなんか貧乏や貧乏やね。もうマスコミそれしか言わないですからね、えー、それがもう基本的に間違えてるっていう、ね。いやそうですねでまずこれもうこのラジオでもね何度も藤井先生が説明してると思いますけど、うん、家計と国って全然違うんですよ。<laughs> 自分の例えば芝居負けで考えると借金増えたら返せないじゃないかってなるんですけど、はいうん、政府ってその全然条件が違うんで、うん、日本とかアメリカとかですねそれから EU 全体ですねであのユーロ圏全体で見る、まあ、要するにこう先進国の自国通貨建てでやってる国ですね、うん、はまあこう基本的にも条件が全く違っていくらでもですね債務を、まあ、ファイナンスって言うんですけど債務をこうや,りやりくりする手段ってあるんですよねでもちろんこれ無限にね借金が多くなってインフレが始まったりすると大変なんだけど けど、まあ、現状全然問題ないでそれこそ日本が証明してますよねだって日本なんて GDP 今200%でしょこれ80%ぐらいからもう「危機だ危機だ」って言われたんですよ 100%GDP 比率で最近100%超えても「危機だ危機だ」うんうん、で今200%で危機だ危機だ」って言ってるんだけどじゃあいつになったら「危機だけだ」って言ってる危機だ危機だだ」って言ってるうちに。 逆に危機ひどくなですねそうすると危機だ機だって言われるとみんなやっぱりちょっとなんか不安になるじゃないですかあれこれ年金もらえねえんじゃないかとか子供のこと考えたら消費税のやめようとか家もねその大きな買い物するのやめようとかってこうなってきますよね財政危機だ財政危機だって20年間言い続けた結果日本経済って多分成長止まってるんですよねで財政が危機になってるんですよ財政危機だっていうことが財政危機を呼び込んでるっていう非常に愚かな構造なんです今の日本にはそうなんです え、財政を良くしたいんだろうと。<laughs> うん、そういうなんか、増税したいあまりに、その、国民を脅すようなプロパガンダも、ういかにやめてくれっていう感じですよね。<laughs> 本当なんですよ。で、そもそも、お金って何かっていうと、僕ら使ってるお金まあ、広く言って、統合政府、政府が作ってるもんなんですよ。はい。だから、政府がどうやって作ったかっていうと、借金をして作ってくれたんですよ。うん。こう、だから、政府の借金があることで、 でで初めててお金が回ってるわけですよ、はい、だから政府が借金全部、家計みたいにね、借金全部返し終わってしまったら、僕たちのお金はゼロになるとまでは言わないけど、激減すするわけですよあだからもう、借金あって当たり前そ、ね、そうそう,なんですよそうなんですよ、だから僕たちがお金を使い続ける経済を残しておくために、うん、借金はある程度、値行きのように保存しておかないとだめなんですよ。うん あらゆる国家において、借金ゼロの国って、基本ないですよね、ないですね借金ゼロっていうか、少なくしなきゃいけない国っていうのは、だけど、新興国ですね、それはしなきゃいけないけど、われわれはそれ大丈夫です、あと、それじゃなければ民間が借金してくればそれでいいんですけどね、バブルの頃っていうのは、民間がものすごい借金したわけで、それで、いずれにしても資本主義って借金経済ですから、誰かが借金してお金を借りて投資を行っていくって今、民間がそれは縮小して、政府がどんどん上がってる。で、問題はですね、この平成20年間の問題は、まあ、 その政府債務が増えたっていうよりも政府支出をするときに、うん、もっとこう計画的にやらなきゃだめですよね、うん、ち,ょちょこちょこちょこ小出しに借金増やしていってもそれは経済は良くならないんで,うで、ね、もう財政危機とか一掃してもうに10年、20年スパンで国のもっといろんな使い道を踏まえてね、うん、総合的にお金を出していくってやらないとだめだと思うんですけど、うん、まあそのいい転換点なんじゃないですかね、ちょうど平成は本当、平成元年が消費増税で、緊縮が始まった。 ま、投資なわけですよね。で、ちょっと30年間緊縮でやってきたので、もう令和の時代が変わったので、もう発想も全部、うん。 きりっと切り替えて、それこそピボット、転換をして、それで、もうお金ってそもそも政府が作ってるんやから、ちょっと過剰にビビるのやめとこうと、米農家、自分しかおらんでですよ、で、よそから米借りるって、何の話やねんって話じゃないですか、自分で米作ってるわけですから、逆に言うと貸しちってるわけですから、米をもう、だからむちゃくちゃなんですよね、財政危機をビビるっていうのは、そういうの発想で全部転換するのが必要だと思うんですねそういう間違った情報を国民は思ってる人が多いから、そうじゃないんだよっていう のやっぱり皆さん知っておくべきですよね、そうです、そうです、そうです、認識が変わるのが、再生の条件ですよねそうですね、うん、あと、またこれ、次の機会にお話することもあるかもしれませんが、うん、まあ世界的に流れ変わりつつありますよ、そうですね、本当にね、<あ>これからもう国の借金とか言ってる場合じゃないぞっていうふうな時代に、アメリカでもヨーロッパでもなりつつあるんで。うんうんうん 日本もですねそろそろというか早めにです、ねうん、そういう事業時代に移った方がいいよっていうことですね,ねでいち早くそれをやってるのが中国で,、うん、で彼らがこれだけ成長してるんですからね、うんま、そうですね、うんうん、そうなんですよね。 ということでね、今日はまた柴山さんに来ていただいて、はいえー、令和日本再生の条件、まあ、財政を中心にお話をしましたんですけれども、今日のね、話っていうのは、今、発売中の「表現者クらイてリるよ」の中で、令和8作の中でもたっぷり論じてますからね、うんはい、ぜひそれまた買って読んでいただけると嬉しいなと。白症ですね、はい、 なかなかねこの令和の時代に建白してるやついないですからね。そうですよね。でしかもこう八作って結構いろんなところで坂本龍馬の千2八作で八ってなんか日本で性広がりです縁起がいいんでしょう。結構みんな八にこだわるんですよね。そうですよね。まあたまたまね。我々8。たまたまやったら八だったんですけどまああの外交からね内政から経済から社会教育それから自然保護に至るまでね。そうそうそう。いろんな提言してますんでぜひお読みいただければと思います。 絶賛発売中の「表現者クライテリオン」インターネットで表現者クライテリオンで検索してもらえれば、はい、ホームページが出てきますからすぐ出てきます一番上で出てきますからねグーグルでね、まあ、そこでこうまぜひ、ね、定期購読してもらえるとありがたいなと思います、はい、また番組では藤井編集長への質問や、えー、ご感想もお待ちしておりますメーールアアドレスは藤井ットマーク kbs. 京都ですすよろししくお願いします、はいまはどうも今日はありがとうございました島山さんまたぜひ来週もお越しいただきたいなと思います、はい、それではどうもありがとうございましたまた来週月曜日午後9時半までさよならさようならさようならこの番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社 国交観光バス株式会社の提供でお送りしました〉